はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、究極テクニカルバトル使命を果たす積石の守護者ですね。ちょっと言えてなかったですね。積石の守護者、青の試練編ですね。こちらを攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。では BP 見ていきましょう。まずはリーダー壺太郎ですね。湧き上がる鮮度をフルスロ完全生物をつけてます。続いて、天国露伴ですね。多色フル初撃下されエメチェをつけてます。そして、青龍ですね。ソナーシルバーフェイク知能、ミキタカをつけてます。そしてスタンバイには、緑なら何でもいいですね。スタンバイブースト安心なだけでして、矢 をつけてます。リンクスキルはユカコですね、つけてます。そしてフレンドはスコタロですね、つけてます。では行きましょう。復刻してきて、ちょっと、久々に、撮ってみようかなという感じで、収録しております。さあ、なんやかんや言いながら、スマッシュだけでなんとかなりますね。さあ、ここは、ロハン先生でなるべく近くにね、置いておきましょう。さあ、そしてここで風衝撃をね、入れば OK です。うん、ちょっと足りなかったですね。風衝撃の威力が足りなかったようです。さあ、続いていきましょう。ここも難なく受けてしまいますね。そして問題のね、露伴ですね。嫌がらせの露伴、ここもなんだかんだ言ってスマッシュだけでいけちゃいます。そしてね、なぜか、体力はやっぱりあるのか、猿がね残ってしまいます。エリアスキルに入らないように気をつけましょうね。さあ、そしてスマッシュでいきましょう。さあ、最終ラウンドですね。ここもスマッシュで OK です。そしてね、チャリサ先生が吹っ飛んできました。ここはね、もうどうしようもないんで、あのね、リサチサ先生がですね、アイテム数ディフェンスブーストなので、しょうがないので CS を使っていきましょう。はい、これで倒せました。さあ、そして降ってきたカーズ様、カーズ様は出して終わりです。はい、倒すことができました。ありがとうございます。本当にね、割と廃課金のおかげで割と楽に倒すことができました。ありがとうございます。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。では、ラストバタイ。